お疲れ様です。今日ですね、現在世界1位のこの DJ マラパスベイみたいな方が使っておりますペッカバルーンちゃんやっていきたいと思います。さあ、久々にペッカバルーンというか、まあペッカだしフリーズだしっていうのを使うんですけど、まあ、昔のペッカバルーンと形が変わりましたね。そう、昔はアイスイズかな、エレキなんかアイスイズベビーでランバーのタルじゃなくてザップとかだったんですけど、まあ陸がちょっと固めになったというか、まあなんか新作ね、ペッカーバルーンで世界一を行ってらっしゃるので、まあ今の環境マジで同じようなデッキしかいないんですよね。枯渇デッキ、ドリルデッキ、まあクロスとか、まあいろいろいるけど、何回も見たね、そのデッキみたいなデッキしかいない中で、俺ちょっと珍しいじゃんっちゅうこのペッカーバルーンで上がってるので、さあ今日こちらで無双していきたいと思います。さあ、ソメソメみたいな昔も当たったことあんな、なんかよいしょ。まあ、エレキなことによって、まあ、例えば、インドラとか、そういう系には強くなるし、リセットもあるので、スパーキー系にもちょっと戦いよくなって、そうさ、ザップ、メガネトールブレイカーとか、ディガコムリザップ。なんだろ、何も出てこない。ディガーザップのコウモリは、結構限られそうですけども、わかりません。で、まあ、このデッキは、まあ、2倍タイム、3倍タイムめっちゃ強いので、ザップ行こう。後半が強いから、序盤はまあ、無理しなくていいって感じですね。まさかのロイジャイディガーザップ。ちょっとレアっすね。ちょっとどころじゃねえな。激レアよ。おほ、おまぐんねっさ、目がないときたな。いやー、これマジで何出しても、あれが来るっすね、コウモリが。まだ真ん中に来てくれるの美味しい。うん。さ、目がないと、ロイジャイにザピーコウモリ入れっていう。まあ、形組めば突破できそうっすね。マジで、まあ、コツは、こう、ペッカバルーンの形が強いんですけど、ペッカバルーンを作る前の、お前がこうペッカエレキ、ペッカビビドラ、ペッカランバーっていう形を作るのが結構大事ですね。よいしょ。ペッカエレキとかもペッカでプレッシャーをかけるんですね。ペッカでプレッシャーをかけると意外とその後ね、追加バルーンが強いみたいな。とりあえずバルーンより追加バルーンが強い。まあさすがにフリーズっすよな。で、端前目がないときなんで。いや、とどめのトルネ、いや、強い。いや、まじ、エレキ、天才か？で、ここには、さ、ペッカがあるよと。このペッカの安心感がちげえな。最近だと、まあ、キョスケか。キョスケでも結構安心感あったんですけど、ペッカだとよりね、いいね、硬いね。さあ、問題はあとは守るだけ。まあ、守るだけはこのデッキめちゃくちゃ得意、ってか強いんじゃない？だって、フリーズもトルネもあるんで、パッティーンすればいいだけですからね。さあ。フリーズで固めて、なんならトルネの時間稼ぎもあるが、必要なさそうだな。必要なさそうですね。オッケー。いや、マジで、一撃性がめちゃんこ高いね。めちゃんこ高いし、まあ、序盤かな、序盤の、なんか防衛時刻が怖いかもしんない。なんかトルネフリーズ、バルーンとか手札にあった時に、まあ、事故りやすいんですけど、まあ、それさえなんかなければ、もう2倍タイム、3倍タイム入っちまうと、エリクサー無限ありますしね、ある程度は。さあ、あとも形組んでフリーズポーン、トルネポーンするだけなので、序盤耐えれば勝ちデッキ。オーマイデイズ。まあ、相手が耐えくねえよって時は、もうペッカの後ろにバルーンとか、普通にランバルすればいい話なんですけど、いや、これ枯渇な可能性あるな。26でした。2.6 を YouTube に上げるためです。人気チャンネルだ。さあ、まあ、26に対してこれバルーンつけても結局突破できないと思うので、大砲マスケなんちゃら、ここはなね、もうベビドレで攻めちゃう。はい。いや、スケルトン天才か。このベビの受けがね、相手意外ときついみたいなところがあるんで、さあペッカベビでプレッシャー与えていく、まあ、これが正解なのかは分からん。あ、でもこんな感じで、ペッカランバー、ペッカエレキ、ペッカバルーン、いろんな攻め方ができるんでね。
僕来ねえか。まあ行く暇だし、どうせこれ大砲使われると思うんで。うん、さあチャッチャ相手のホグトルネディキング起動したいですね。まあこの辺はまだ通らないので、結局最後の最後の形組んだ時に突破できるかどうかっていう感じですね。いやマジでアイゴレ強すぎ。まあここは早くホグをキング起動したいんですけど、なかなか思ってる通りにはいかないもので、よいしょ。さあケツペッカー、マジで形組めばこれ相手止まんのかっていう話ですからね。まあここはさすがに金起動して相手のマスキャを攻めとるので、正直吸いたいですね。攻めとるにしなきゃ勝てないぐらい。ああ、これうまいな、先行させやがって。だからもうこんな感じでゴリります。うん、このゴリルのが大事っすね。もうペッカ他のユニットで、で即あれを処理したいんですけど、相手も分かってるのでそれがうまいっすね。でこれベビーとかランバーが残ったところでちょっとだけプレッシャーをかけて、いやこれワンチャンパッキンか、ワンチャンパッキンでしたね。今見てわかる、今でしたね。さあちょっともったいないチャンスを見逃してしまう。まあベビーだけつけて、どうせこれ突破できないんだ。いいファイボー。さあペッカー、まあさっきのフリーズしとけばっていう話ですよね。またさあちょっと、ずるいな。さあベビーが刺さってなぜか勝っちゃう。いや相手防衛うまかったっすね。落ち着いた大砲2個でのキング起動はさすがに負けを悟りましたが、ベビドラがぶっ刺さって勝ちましたっていう、これ多分よくあります。はい、マジでこのバルーンが通らないんですけど、なんかペッカの後ろのベビドラがすげえ刺さってんじゃんっていうのはね、ペッカラム使いの一世さんとかもよくやってますし、なんかペッカ使いとかよくやりますね。そう、バルーンは入らんねん、でもベビーが入るねんっていうこの謎の現象ね。いやーマジでラッキーですね。一回右側フリーズ打てそうだったら打てばよかったっすね。なんかいや打ってもファイボくんのかなみたいな、こう絶妙なところで打たなかったんですけど、打っとけば多分もうちょい楽に勝てたかなっていう試合でしたね。うわ高っ、
27と37ついてたっすね。レインボー。おー、これ見て拾うか。まあやっぱ序盤のダメージって結構響くので、できるだけ序盤を抑えていきたいですね。序盤にダメージを負ってなんか逃げ切られるっていうのが結構一番辛い負け方なんだね。さあ、間のネキすげえ小物いっぱいなんだよな。ペッカこれどうする？お前居場所ねえぞマジ。範囲攻撃に今から変身できねえか、イキミ。これがタイミングめっちゃいいはず。ここでホバリングのタギを取る。いやー、いい絶妙。さあこれは、マジ何これ、ついわかんねえから一旦バルんですけど。まあなんか嫌っすね、俺が好きそうなデッキだ。ここにドリルもいるっていうね。あとマスケブだけどベビーが暴れて、いやいい、結構コスト使わせられる。さあベビーがまた入るよと。いやでも結構なんかダメージ受けたっすね、コバマザネク。まあどうする、形組めばきつそうだけどな。元気して、いやホバー厄介っすね。ホバトルネで吸いたいな。え、なにこれ、マザリク読みか。マジ、え、マジ打ちなんかあるわけもないしな、俺の時。さあラッキーが降ってきた。さあここは延命、いやこれめっちゃいいぞこれマジで。相手呪文ねえだろっていうそのヤンキー攻め。なんならあのマゾニックもしっかり引っこ抜いて処理する。いいよ。もうベビドラパーティー、ベビドラ。あ、うまい。いや、でも、それは、ペッカが止まらんのんじゃないか。さあ、ペッカバルーンの強み。バルーンを抑えようとすると、他が収まんないよね、っちゅう。あるあるで。さあ、ベビーもぶっ刺さって、ウォールブレーカーも出てくる。この相手のデッキめっちゃおもろそうじゃね？いいね。いいデッキ拾えたし、いい感じにね、このユニットぶっぱで気持ちよく勝てるっていう最高か。相手のデッキ神だなこれ。あのミラーが弱いっすなこれ、間違いなく。これマジミラーが16レベル作れるんだったら結構夢あったっすけどね。そのミラーの時代は終わりましたからね。まだねミラーをこう使ってると痛い目見ます。トロ300溶けてましたとか余裕であるんで気をつけた方がいいっすよ。さあまさかの一星さんがとか言ってたら本当に一星さん来ました。本物です、ペッカラムのめっちゃうまい方です。そうペッカエレキ、ペッカペピトルとかもその辺一緒っすね。あ、でもペッカ工場になってんのか。そう、まあペッカ使いっすね。いやマジでペッカペピトルでよく攻めるんですけど、あれ京介だった、全然違った。なんでペッカの一星さんですよ。好きやだな。でもどうしよう、まあ相手のデッキがなんだろうねこれ。いや吉助インドのわかんねえな、マジで。キチインドラやめろよ、こいつ危ねえかんなマジ。いやーこれだけなら耐えれるはず。痛いが、さあ耐えます。まあキョスケラムっぽいけどな、ユキが入ってるんで。おーラムっぽいっすね。で対空がエレキと、ここでエレキラム。
ラムエリキ、うん、さあまあダメージ受けるけど、まあ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 これ研究したい。いやーでかい、待ってずれた、痛すぎる、エレキに尊しかった。まあエレキ残ったんすけど、この線は痛い。さあ強助でしたね。まあラムがちょっと厄介だけど、マジ生きてえなこれ。インドラキツギか。さあ捨ててエレキを持ってこよう。お、あれ使ったでかいぞこれ。いやーそれうまい。あ耐えるよね。さああとは呪文が回ってこなければ俺の勝ち。あぶねー。さあてっか強っ。相手が巨スケとかポストなかったりインドも出せなそうな時のペッカぶっ刺さりましたね。いやラムにも勝てんの熱いっすね。ペッカ系ちょっと辛そうでしたね。いやマジ無双してる、めっちゃ強いな。弱点なんだろう、結構幅広く勝てる感じがしますね。エレキならがまたいいね。アイズベビーとかだったらやっぱ遅延スキャラのこう同じような感じで、やっぱ空がめっちゃきついんですよね。アイスイズベビーだけだと。そうでもエレキだとそうラバとかにも全然勝ち筋がやっぱ生まれやすいんで、エレキがいいね。さあラバクイーン、ラバとアチャク一緒にしちゃった。さあラバで待ってんのかな、タルババ。まあ、ラバにタルバ入ってこないよね。俺とかエレジャイっぽいけど、めちゃくちゃ今んとこ俺もゴレっぽいけど、でもマジで最悪。うわエリポンゴレか、そういうパターンか。マジでラバもクイーンも名前から変えなよ、ゴレエリポンにしろや。どっからどう見てもよ。さあライドラいるっすね、天敵の。さあまあでもこれはマジでエリポンを壊せないので守るしかないです。はい、耐えて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 、言っちゃえば俺の一発の攻撃は刺さるんで、お互い攻めが刺さる上でのどっちが守れるかっていう対決かな。マジライドラやべえ。エレキ残す、もうこれだけで相手、ああだがスケドラでいかれんな。あでも使ってくるのありがてえ、しかも縦剥がす優秀。このペッカだけでもちょっとうざいんじゃない、ザップで止まんのか。あー今殴るね。ヤンキーゼミしちゃおう、やべヤンキーすぎた、やべヤンキーすぎて俺の方がダメージ受けそう。いやなんかほんとできそうじゃない、できないのかな。
このヤンキー攻めで。いや、うまいかよ。エイポン守る。一発でしょ。さあ、こうなってくるとまた話が変わってくる。マジ、ライドルかな。お？天才取るね。フリーズ？しかも？ザップじゃなくてタルだからバルグ飛ばなくて甘えてゴーレム出してんじゃないよ。ラバクイーンでかすぎ。今日からなどはゴレリポン、お疲れ様です。いや待って、このデッキマジで強えな。やばくない？普通に鬼連勝してるわね。140まで来た。えぐえぐとしか言えないんだけど、何に負けるって言われたら、まあでも施設、まあ施設取るねか、バルーンなんだよね。普通に施設取るね。まあチェーンスクラとか引いたら、まあドンマイですね。きつい。まあ鬼キツチェーンスクラの、それ以外には基本何にでも頑張れるって感じかな。タルババがいいな、マジで。タルあるだけで陸行きにもなるし、枯渇にも戦えるし、やっぱザップはザップで強いんですけどね。タルも結局下放されたけど、全然使用率下がったかって言われるとそんなこともないし、ね、今まで通り使われてるし、今まで通り強いし。さあ、ナナシ君、闇落ち。ほうね、なんだこの腹ペコ野郎。キノコ2人、スケルトンか。あー、まあ、アンパイで行くとエレージャイ。たまにあるのはラバ。これ。変なの。ああ、エレージャイっぽいね。レイジ最高、マジで。こんなことある、たまにあるんだよな。俺も相手がさ、レイジ打ってきたバルーン、まあランバーのバルーンとかよくあるわ。ウキングけどできないやつ、マジあるあるっすよね。相手マジで怒ってるわ。ヤンキーになってるプレーが。俺も行っちゃおう、お返しっつって。フリーズ構えちゃう。いや、マジで。回るの早いな。いや、これペッカ出してもさ、インドルで焼かれちゃうんですよね。そう。だから、違ったな、守り方。ランバーのとこでフリーズしとけばよかった。一応剥がすけど。やべ、間に合う。痛ぇ。これちょっと普通にこっから負けるかもね。まあ、ライト。いや、でも悪くはないぞ。で、バルーンやっても結局な、折りがな、マジ強い。いや、でもこれ届かん。でかい。まあ、ここは一発もう入りそうなので、そう、おいしい。守れば勝ちだ。出た、このデッキ得意。このデッキマジで守れば勝ち、めっちゃ強い。最後だってペッカもあってフリーズもあってトルネもあるから。オッケー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 、危ねえ。ちょっと負けそうな気もしたけど、事故ですね。まあこれラッキーも降ってくるっていうのは強いデッキの証拠なので、解読ですよね。ということで、さ、ペッカバルーン鬼の連勝でしたね今日。はい、ちょっと皆さんもね、こちらチャンピオンも入ってないので使ってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れちゃんです。またねー。